11時30分に鮭定食が届くから、それまで俺は絶対に動かない。いや、マジでそれに対して文句言ってくるやつは、法的、措置も、考えてます。俺にタクト振らせるなよ。頼むから。次に会うのが法廷でないことを祈るよ。まずは、ね、ちょっとさ、本当にさ、あの、銀だら、銀だらじゃない。 あのー、シャ来たらさ、一回セーブしてロードしていいこれ多分バグってるわ。今気づいた。くそ気づいたらもっと早くリロードしてたのに。いや、バグってるわけねえか。なんか、それはさ、剣士に対する冒涜というか、失礼じゃないこれで俺がリロードしたら、うわ、こいつ結局剣士を信用できてないんだ。あんなに、あんなに愛してゲ、愛したゲームなのに結局信用してないやん。 ってなるやん。疑って悪かった。しない。あー、地獄だ。地獄谷だ、ここは。って、こいつら全員ぶっ殺してる疑惑もあるな。普通に敵いました、みんな。危なかったです。調子こいたら殺されてました、僕たち。ちょっと Uber の配達状況見ていいですかあー、間もなく到着します。ありがとう、いつも。 鮭の塩、麹焼きプレート、わかめと小松菜の味噌汁、グリーンサラダ。ふふふできたやつにファンデースとか言われたことねえよ、そんなの。あの、絶対、なんつうの、禁止項目みたいなところでチャイム鳴らさないでください。100回押してるからな。別に顔バレしたいわけじゃない。顔バレしたくないわけじゃない。鳴らさないでほしい。置き配良くないさっちゃん何して、いやし、仕事仕事。 お寿司屋さん。週4、最近週4ぐらいでやってんじゃないお前は何してんの俺は検視してるけど。俺の方が偉くない仕事してるあいつを検視してる俺。本当にあいつダメだよな。なんで検視しねえの舐めてんだろだからダメなんだ。超やりたくねえのに検視してる今。さあ 悩んでる。最近の悩みは、やりたくないの剣士してるから、やっぱ辛いじゃん。そりゃ辛いよでもやらなきゃいけないの。同盟できてついでにホーリーネーションってできます。2019年の剣士は11月、2020年の剣士は12月、2021年の剣士は12月、今年は10月、加藤さんあなたは人肌恋しくなると剣士やるようです。<laughs> 俺ってわかりやすいよね。で、どうせ年明けになるとウィポやりたくなるっていうね。 毎回そうなんだ。うっすら気づいてた。そろそろなんだろうな。さあ、そしたらですよ、皆さん。いや、見なさそう。